ですね、まずね。はい、断金してオイル交換。で、フィルターの、これ使ってるボルトが違いますね、こういうところね。なんでですかね。わかんないね。見えるところと、そうじゃないところで違うのかな。そんな、くくりかな。なんだろうな。うわぁ、ダメか。失敗だ。失敗した。こっちに垂れるか。そっか。ダメですね。はい。残念。むずいね、ジクサー。はい、ね。なるべく汚さないようにと思ったんですけど。まあ、下そんなにね、あれじゃないですから。はい。ね。そう。で、ガスケットは一緒に交換しますね。はい。大体一緒についてくるんで。うん。そう。純正品などついてこないですよね。別々に一個一個頼まなきゃいけないですね。だから、あの、デートナとかのね、まあ、NTB とかもありますけど、はい。で、パーフェクトセットっていうのがありまして、はい。一通り全部ね、セットになってるね。オーリング、あと、ドレーンのね、とかね。で、ここにオーリングが一個入ってますんで、で、このオーリングを再利用するか、もしくは、あとカバーね。そういうセットだったらついてくるんで、一緒に交換する。もしくは純正で、別々に頼んで交換するっていうね。はい。ちょっとこれ、ダメだね。はい。で、一緒に交換したらいいね。やっぱりね。そうすると、これ、あの、アドレス用なんですけど、アドレス用も基本的には一緒ですか？違います？で、まあ、こういうのもあるんですけど、NTB もつい、まあ、ガスケットついてる、オーリングか、ついてるんですけど、蓋の方しかついてないんですよ。蓋の方しか。だから奥側はついてないんで。うん。だからまあ、こっちの方がいいのかなと思うんですが、ただ、オーリング合わないとね、ダメだからね。うん。そう。まあ基本的には一緒だと思いますけどね。うん。とりあえず、開けてみてみよう。で、ジクサー用のもあるんですけど、それはちょっとね、持ってないんでね。ジクサーもね、何台も販売してれば、そういう話にもなってくると思うんですけど、販売してないからね。そうですよね。あれ？もう一個ある。そう、みんなね、ホチキスでね、頑丈に止めちゃってるからさ。はい。オーリングが、全部で3種類入ってんのかな？うん。でもこの、そうか、ここのオーリング、これ、ここが違うのかな？ね、これ違うでしょ？アドレスと。ね。ちょっと違う。どうなんだろう？一緒かな？そう。オーリングが全部で、キャップとこことここ2つでしょ？で、あと、ドレーンがついてる。で、ドレーンがアドレス用は違うんで、うん。まあ、それはね。どっちにしてもドレーンはいつも交換しちゃってるんですけどね。うちにあるやつでね。はい。で、これがあのオイルフィルターですね。まあ一緒。はい。アドレス。いろんな車種が共通ですね。はい。あと、ベクスターとかね。うん。アベニスとか。古いアベニスかな。あと DR125 とか。っていうことは、あれも一緒なのかな ?DR125 ってあれですよね。あと GN125 とかですね。あとね、バーグマン400とかも一緒みたいで、200、400もね、このタイプを使ってるみたいです。はい。で、まあ、フィルター、どういうツール行くのかな外側から吸って中から向こうに送ってんのかなどうなんですかね逆どっちなんだろうで、ここにバイパスバルブっていうのがついてまして、で、あ、やっぱりそうですね。外側からで内側に行ってる感じかな。うん。なぜかというと、バイパスバルブが、こう、押すと行くタイプだからね。はい。押すと行くタイプなんで、はい。だと思いますね。開くタイプだからね。はい、こっちからこっちに行ってる感じじゃないですか。はい。で、ここに、その、バイパスバルブっていうのがあって、まあ、スプリングで、こう、あれしてるのかな。で、フィルターが詰まってしまうと、オイルがこっちに行かなくなると。そんな、そういう時にここが開いて、オイルの循環をしないことによる、エンジンの破損を防ぐと。
という作りになってますね。だこれがついてないと、最終的にこれフィルター詰まっちゃうと、オイルがいかなくなっちゃうんで、で、エンジン壊れるという感じじゃないですかね。あれ、KTM のやつってついてないんですよね。あれなんでですかね。フィルター2つぐらい確かついてましたっけ。で、このバイパスバルブ確かついてないんですよね。だからこまめに変えなさいっていうことなんだろうけど、なんかね、どういう作りなんだよと思うんですけど、だから車も何もみんなついてるはずなんですよ、こういうのはね。はい。だいずもしもの時のためにね。そう。まあ、ただ、交換しないでずっと乗り続けるっていうのは、まあね、論外ですよっていうことなのかもしれないけどね。一緒ですね。はい。これ一緒。だからこれは、ここにこう入れるのね。こうやってね。セットしといて、そんで、フィルターをバコンと差し込むんですね。はい。で、あとこれですね。はい。これね。で、これは、ここ。ね。これ入れ替える。はい。まだ張りあるね。でもね、これ、まあ、なんか、まあ、毎回変えなくてもとは思うんですが、やっぱりでも2回に1回とかね。はい。まあ、変えといた方が無難ですよね。こっから持っちゃうとね。はい。で、盛るのはいいんだよ。盛るのダメだ。まあ、そうそう持ってこないと思いますけど、うん。これはね、メーカーの保険に関わることだから、あんまりね、言わない方がいいのかもしれないですけど、はい。なんとか175っていうのがあるんですけど、バイク。はい。好きな人、男、なんとかが好きな人、メーカーもいるでしょ？メーカーが好きな人。いや、あれは日本のじゃないからっていう人もいる。ガスケットが曲がって、ずれてた。噛み込んで入れちゃった。新車で。滲んでく。新車で。あれって、なんでこれ滲んでくんだよと思って、外したところ、はい。オーリングが曲がって。ひどいね。それが、まずいよね。それはもうまずいよね。まずいんだけど、まあ、しゃあないね。うん。そう。あれは、ダメだよ。あんまり言えないんだよね。そう。あんまり言えないんだよ。そう。過去にそういうのがあったって話でね。別にだからどうのこうのっていうね、つもりはないんですけど。うん、ね。はい。嫌だったら乗らなくていいよって。って言われそうだからね。あそこのメーカーはね。うん。そう。ね。まあ、言わないと思いますよ、そんな風にはね。ただほら、日本のじゃないから、ね、並行車だから、まあ、しゃあないですよね、って感じじゃないですか。ね。はい、あーって感じね。うん。でもね、そういうのね、教えてもらった方がいいんだよね。こうなんですよって。うん。それで、ちゃんと、製造の時に、注意するでしょ？次からはね。うん。でないと、現地の、からがね、適当にやっちゃってると、いうことになるとまずいからね。ここブロンズなのに、ここ黒いんだね。新品のオーリングで組むと気持ちがいいんじゃないですか。はい。これどうなんだろうな。これ一緒じゃないのかな。微妙に違ったら意味ないからね。これね。あ、一緒だよ、これ。違う。一緒だよね。一緒ですよね。これ変えよう。違うとまずい。そう、合ってないとね。うん。一緒だ。外したら一緒だ。ね。一緒ですね。ね、一緒、ね。どっちが外したやつか分かんなくなっちゃったして。それじゃ意味ねえ。ね。はい。ということで、違うのはね、あれだけですね。ドレンのガスケットね。うん、まあ、それはうちのを使うから、ね、問題ないと、まあ、いうことですね。はい。で、ですね、固めの、あったかくなっていくとミッションが、なんか渋くなる。ニュートラルが出なくなるって言ったかな。なので、固めのオイルにしてほしいっていう話だったんで、15W50 を入れます。まあ、揺れエンジンなんでね、オイルが命ですから。やっぱりね。はい。そうですね。やっぱりオイル、いいオイルじゃないか。なんて言うんだろうな。ね、オイル管理とかね、オイルには気を使う。ね、必要かもしれないですね。はい。命です。ね、揺れエンジンですから。ね。はい。そう、このピストンの周りにね、オイルジャケット。ウォータージャケットって言いますね、確かね、水冷の場合はね。オイルジャケットですかね。オイルがこう、ぐるぐるって、ま、通るらしいですね。それで冷やすっていうね。まさしく、揺れだ、ね。素晴らしいね。
で、オイルは基本的に水冷エンジンだろうが、空冷エンジンだろうが、なんだろうが、オイルってあの冷却の役目を担っているので、みんなある意味、油冷なんですよね。違いますかね。多分そうだと思うんですけど、でも、ね、それを積極的にね、活用する。それがスズキの油冷エンジン。いいのかな。まあね、適当にね、ちょっとね、はい、言っといてね。はい、いや、すげえな、スズキはつって。ね、はい。そう、復活。スズキ油冷エンジン復活ですよ。ね。バンディットを最後に、途絶えていた、ね、スズキ油冷の、ね、ラインナップ。ね。それが、あれ、GSX1400 が最後でしたっけ？どっちかな？ね。突如としてね、インドの地で復活っていうね。ね、それに狂喜乱舞した方もいらっしゃるでしょ？幽霊が復活だぜ！つって。ね。素晴らしい。はい。ということでですね。はい。ここもなんとなく気になるね。ね。もうここは落ちないか。なんだろうな、これ。ね。はい。ということで、鈴木ジクサエンジンオイルとフィルター交換。ね。やらせていただきます。はい。ということで、あとはブレーキフルードは交換ですかね。ブレーキフルードね。はい。これクーラントないしね。いいですよね。そういう意味じゃね。うん。変なところにお金かかんないからね。うん。まあクーラントもね、しょっちゅうそんなに買えない、ね、買える人いないと思いますけど。これアジャスターすごいとこについてるね。クラッチケーブルのアジャスターこんなのついてるの。面白いとこにつけるね。さすがだね。なかなかこう、ね。なかなかできないよ、こういうのね。うん。